も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日は皆さん久々にビッグな発表がございます。なんと、はい、いつも使ってるこのガズのわがままウクレレシリーズとかガズモデルとか生み出しているこの G ラボですね、このチームウクレレ制作チーム G ラボとガズレレの、イベントが行われます。イベントやるのめっちゃ久しぶりですよ。このコロちゃんがあったんで、もうだから2年以上ぶりだと思うんですけど、とうとうあのイベント再開ということになりました。詳細なんですけど、なんと3日間ありますよ。日時言ってきましょう。ちょっと間違えちゃいけないんで確認しながら。今度の来週です。つまり、3月の19、20、21の3連休に場所がすごいです。お台場にあるデックス東京ですよ。デックス東京ってご存知ですか？あのね、ちょっとなんかこういろいろこう観光施設というか、なんかね、とにかくもうお台場といえばデックス東京みたいなところがあるんです。そこの屋外のスペースで、このガズのわがままウクレレを含む G ラボのウクレレなんかのこう試奏ができる。と、あともちろん、あの、在庫があるものはその場でご購入をいただけるとか、まあ、いろいろあの、ガズさんのこのいろいろまつわる、その、本とかグッズとかそういうものをちょっと持っていってですね、ポップアップショップを、オープンということになっております。あの軽トラです。覚えてますか？ちょっとこれ、この軽トラ。この軽トラで、山盛りにしていきます。とうとうこの軽トラが動き出す時が来ました。この軽トラのことよく知らない方、ちょっとリンクここに貼っておきますけどね。はい。この軽トラで荷物満載にして、イベントというか、まあ、試奏会というかね、もし気に入ればですね、在庫がある限り、その場でご購入もできるようになっております。わがままウクレレとか、薄レレとか、初めてウクレレとか、このあたりがラインナップされてると思いますんで、もし弾いていただいて気に入ったら、ご購入いただければ。まあ、数に限りがありますけど、サイン入りというものもありますよということでございます。ガズレレのイベントというよりは、このガズのわがままウクレレとかのお試し弾きとか、ちょっとチェックしたいなという方、実際触ってみたいなという方も、こっちメインになりますね。さすがにやっぱりイベントといえ、大合唱してガズさんと一緒にこう、わーわー歌うっていうのはちょっとまだ、時期尚早かなということもありますんで、ガズさんも、行くんですけれども、ずっとはいないです。で、大体、毎日3日間あるうちの3時から5時ぐらいの、あたりはブラブラしているから、まあ、それ以外の時間ももしかしてブラブラしているかもしれないんですけど、そんな感じになっております。で、このイベントのことの、詳しくまとめているホームページの1枚のページがありますんで、ちょっとここにリンク貼っとくのと、概要欄にもこっちも、リンク貼っとくんですけど、そこでちょっとね、場所とか時間とか、今一度詳しくご確認ください。そしてですね、その会場ではですね、ウクレレを販売しているんですけど、数に限りありますけど、ガズのサインが入ったウクレレとかも、お選びいただけたりとか、まあ、いろんなモデルのね、試し引きというか、まあ、それがやっぱり目的ですからね、ぜひね、お時間ある方、いらしていただければな、というふうに思います。もしかしたらガズさん会えるかもしれないよ、ということなんですけど。ほんで、今回ね、その東京のお台場というところでやるんですけど、これからね、全国つつうらうら、この軽トラにね、荷物満載で行こうかな、という計画がありますから、無理してね、その新幹線とかすごい遠くから来る必要もないですから、本当に、ふらっと遊びに来れる方は、ラフにちょっと気軽に遊びに来てください、ということです。ゆっくりちょっと試したいという方は、逆にガズがいると思われる3時から5時をちょっと外れた時間の方がいいかもしれないんですけど、まあその辺はね、皆さんお台場のそのデックス東京って、もうただ観光に来ても面白いところなんで、まあ一日ずっと遊んでいただいて、ちょっと寄っていただくっていうラフな感じでもいいと思いますけれどもね、そんな感じになってます。はい、詳しくは、さっきシェアしたね、ガズレレホームページの1枚、公式ホームページのトップページもバナー貼っとくんで、ご確認をいただければというふうに思います。やっとイベントができるようになったなというふうに本当痛感ですね。春のちょっと暖かくなって、暖かい天気がいいといいですけどね、外なんでね。そしてあと1点なんですけど、やっぱりまだ一応コロナのことがありますんで、握手だとか、まあ、ツーショットでの写真とか、まあ、ちょっとどうかな、距離をね、やっぱり、保っておいた方がやっぱいいかなということがありますんで、ちょっとね、なんかもうちょっとね、その辺は時間が経ってからにしようということで、感染対策をとりあえず第一優先です。まあ皆さんにとっても、まあガズにとってもね、やっぱそこらや、やっぱ気をつけていきたいということで、そこら辺のところはちょっとご協力をお願いできればというふうに思います。はい。そんな今日はビッグなお知らせでございました。よろしくお願いします。はい。会える方、会いましょう。楽しみですね。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。